2005年の国勢調査結果に基づき2006年に設定された時のアメリカ合衆国の合同統計地域を示した地図合同統計地域はアメリカ合衆国行政管理予算局によって主に広域都市圏の実勢を把握するために定義されたアメリカ合衆国の都市的地域の領域の一つ隣接する複数の大都市統計地域や小都市統計地域を 統計の集計単位として統合し、数値を合算するものである。アメリカ合衆国行政管理予算局は、軍や、それに準じる区域を単位に編成される、小都市統計地域と大都市統計地域を定義している。現行の大都市、小都市統計地域の定義は、2000年12月27日に、連邦官報で告示された2000年版基準を、2000年の 国勢調査の結果に当てはめ、さらに国勢調査局によるその後の人口推計によって修正が施されている。現行の定義は2009年12月に定められたものである。特定の基準が満たされると、隣接している大都市、小都市統計地域が様々な組み合わせで新たに合同統計地域を形成することになる。行政管理予算局は、 国勢調査局のデータに基づいて CSA のリストを作成する。CSA の一部となった大都市、小都市統計地域は解消されるわけではなく、それぞれ大都市、小都市統計地域として統計上存続し、より大きな合同統計地域の集計が新たに統計に加わる。2009年12月時点で OMB は128の CSA を設定している。 CSA はその内部に複数の大都市、小都市統計地域を含んでおり、それらの間である程度の通勤交流などが認められるという点は重要である。ありがとうございます。